ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がフォルクスワーゲンゴルフ R 2014年式1万9000キロこちらの車になります。小島さん久しぶりですねすごい久しぶりですね、はいはい、こう結構都合が合わなくて都合が合わないのと取った車が途中で売れちゃったという事件があって事件ってわけじゃないですけどね、はい、延期で延期延期で、はい、ちょっと久しぶりになっちゃいましたけど、はい、紹介するこちらの車が、はい、なんと、はい、つい先日動画でご紹介させていただいた買取に、はい、そうですね、はい、行かせていただいたお車になりま す、ね、はい、結構遠くまで行きましたね。でも意外にあでも新幹線で4時間ちょっとなんでもう全然です。4時間ですよでも新幹線で、はい、いやでもそんな遠く感じないですけどね。あ本当ですか、はい、じゃあもう全国どこでもどこでも極上車のためなら行きます、はい、行きますんでぜひぜひ、はい、まあ、今回は買取させていただいた商品車のご紹介ですけれども、そうですね、はい、買取もぜひお問い合わせください、はいはい、というわけで今回ゴルフ R ご紹介させていただくんですけど、はい、改めてゴルフって、はい、今更何を言い出すんだって言われちゃうかもしれないですけど、めちゃくちゃいい車じゃないですか。めちゃくちゃいい車です、はい、もう僕いいなと思うのは、うん、もうどの世代でも乗れるじゃないですか、うんうん、わかります。わかります。年齢層ってことですね。そうです、はい、免許取り立ての大学生が乗ってもいいし、うん、もうファミリーが乗ってもいいし、うん、なんだったらこれバリアントもあるわけじゃないですか、はいはい、で例えば年齢を重ねていって、うん、はい、例えば子供が家出てきました、はい、その後になんかちょっとこう若い頃を思い出して、はい、帰ってきたりもできるじゃないですか、はいはい、いや昔ゴルフ2ゴルフあゴルフ3乗ってたんだよっていう人が、はいはい、7最近出た8で帰ってきてもいいわけじゃないですか、はいはい、なかなかそれができる車ってなくないですか。まあ、だからもうある意味本当名車ですよね。名車シリーズですよね、はい、某あのモータージャーナリストの人が絶賛してましたけど、はい、やっぱりここはベンチマークだなという、うん、はい、で僕ちょっとライブ配信で某国産車の話をしたんですけど、うん、僕が乗ってた国産車今も作ってるんですけど、うん、モデルチェンジして、うん、帰れないなと思って帰れない。あ、はい、また乗れない。あでもゴルフだったら帰れるじゃないですか、はい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 、僕が若い頃乗ってた車で、うん、もういつかまたもう一回買おうと思ってた車があるんですけど、はいはい、もう今ちょっと違う方向に行きすぎて。あそうですね。その当時の車にまた、ね、古くなったの乗るっていうのはいいかもしれないですけど、またその継いできた車に乗っていくっていうのはちょっとね、もしかしたらあるかもしれないですね。車って結構こうコンセプトがだんだん変わってっちゃったりするじゃないですか、うんうん、もうこれはもう変わんないなっていう、うん、でもうここに来てしかも R ですよ。 R ですね、はいはい、もう頂点ですよ、はい、これをちょっと今回ご紹介させていただきます、はい、で、どこから触れましょう。今回ちょっといじるもんなんですよね、まあ、いじるもんですね、はいはい、だから、まあ、で動画でもちょっとご説明させていただきましたけど、まあ、こういうといじったからこそちょっとなかなか評価ができなかったということで回答させていただいたんで、まあ、ちょっと見た方若干イメージちょっと変わってる部分もありますけどね、はい、まあ、ちょっとその辺なんかも含めて、はいはい、でも今更紹介するっていうところもそうですか。ありますかね、結構でも、はい、あのゴルフとか、はい、そういうコンパクトカーとか紹介してほしいっていう声はよくいただくんですよ、はいはい、で特にあの現行じゃないモデルってネットで検索しても出てこないんですよね、うんうん、あそうなんですね。そうなんですよ。例えば今ゴルフレビューとか出てても、はいはいはい、8しか出てこないんですよ。あセブンのとかってもうなかなかこうもう後ろ方に回っちゃってて、はい、うんうん、探してもこう出てこないんですよ。出てこないね、はい、だ結構その辺探してる方なんかは今回土が辛口でそうですね、ちょっと正直レビューでお届けしたいと思います、はい。でちょっと装備は別にしてって感じですかね。じゃあ、ねはい、装備はちょっとさらっと行きながらちょっと車の本質をちょっと行ければって感じですかね、はい、で今回いじってる部分としてはこのリップスポイラーですかね、はいはい、某ショップオリジナル、はいはい、言っちゃっていいですかね。まあいいんじゃないですか。コーレンストフっていう、はい、まあ、ショップオリジナルブランドのリップスポイラーです、はい、で結構ショップオリジナルだとちょっと本気のやつか、うん、おしゃれなやつか、うん、ちょっといろいろ分かれるじゃないですか、うんうん、これ僕持ち上げるわけでもなんでもないんですけど、はい、これマジなやつなんですよ。本気のやつですか。本気のやつです、はい、どう本気なんですか。結構そのドレスアップ目的のリップスポイラーっていうのも少なくないじゃないですか、はいはいはい、デザイン的にね。そうなんです、はい、そんな中ここのコーレンストフっていうリップスポイラーは、うん、あのサーキットで実際その、うん、試して、うん、そのショップの人が、うん、で作ってるやつなんで作ってるの、ねはい、あのよくリップスポイラーってこの裏側がもうスカスカだったりするんですよ、はい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 、それはちゃんと袋になってるんですよ。あここがねそうっす、はいはい、だ裏側がないリップスポイラーとかもあるじゃないですか、はいはいはい、安いやつなんかだとだからこう触ってみるとここなんここで終わっちゃうのがこう奥まであるってことですね。ちゃんと奥まで行って袋になってるって、はいはいはい、でしかも取り付けももうがっちりつけてあるんで、はいまあ、本当にスピード出してもサーキットに持ってっても大丈夫という、うん、
でもデザイン的に別にその本気ですけどちゃんとしたデザインになってますよね。そうですね、まあ、一応シンプルですからね、スッと純正の延長線上っていう感じなんで、はい、あんまりこう派手すぎない、はい、そんなシルエットになってると。あ、ちなみにこの方ともさっきと走ってませんのでご安心ください。なるほど、はい、じゃあまあこういう本気なパーツではありますけどそうですね、まあ、用途としては街乗りストリートメインなんで、はい、そうですね。必ず買い取りするときにちょっとこういじってる車って聞くんですよ。あのどういうお使いされますさっきと走ってましたかっていうのを聞くので、まあ、この方は一応走ってないということなんで。なるほど、はい、まあ、見たら分かっちゃいますからね、車屋さんは。ある程度分かりますけどね、はい、熱が入ってるとか、はいはい、であと今回ボディカラーがいいじゃないですか、はい、ラピスブルーでしたっけ、はい、まあ、なんか R のイメージカラーですよね。ですよね、はい、割とこう爽やかな、はい、このちょっとハッチバックのこの車に似合ってる色ですよね、うん、はい。であとは横行きましょうか。早速ここがちょっと、今回リメイクというか、そうですね、はい、仕様変更させていただいた。仕様変更といいますか、まあまあいい部分でもありそうじゃない部分でもあるのかもしれないですけど、もともとはちょっとそのオリジナルの単造ホイール装着されてたんですけども、はいはい、今回ロティフォームのキャストホイールに交換ということで。そうですね。なんで交換したか言いますか。言っちゃいましょう、はい。まあ、一つはやっぱりそのちょっと個性的なホイールだったので、まあ、ちょっとイメージがもうちょっと柔らかくしたかったなっていうことと、まあ、ちょっと車検が対応しなかったということで、はい、どうしてもちょっとそのカスタムオーダーのホイールなんかだったりすると、はいはい、共同検査してない関係で、はい、まあ、してるんですけど日本の規格に通ってない。通ってないですね、はい、だからこう JWA って要は車検に必要なマークだったりとかっていうのがないんで、はい、まあ、ちょっとうちで販売させていただく分にはもうちょっとこう万人受けするというか。そうですね、はい、まあ、オールマイティな使い方、乗り方していただけるホイールということで、はい、今回もで、あとしかもタイヤがねちょっとなかったんで。あ、なるほど、はい、そう、それもあったので、まあ、それだったらまあこれと、まあ、これもタイヤほぼちょっと新品に近いタイヤなので、バリアマなんで、はいはい、これ交換させていただいて、はい、でサイズ的には19インチの8半でした、はいはい、でロッテフォームのこの CCV ちょっと反対側見ると分かるんですけど、はい、この回転方向があるデザインなんですね、はい、あ、そうですね。だから右と左でデザインなんかも違ったりして、うん、かなりおしゃれだけどちょっとなんかクラシックな感じもしますね、はい、やっぱこれゴルフにしか合わないんじゃないかなって僕は思うぐらい個性的だなと思って。あ、本当ですか。いや、それぐらい合ってるな、合わないんじゃないかなっていうのが声ですね。ゴルフに合う、もうすごい合うな。確かに確かに確かに、うん、ドンピシャですよね、はい、なんかもう本当にロッテフォームアメリカでの人気もすごいんで、うんうん、もう今ショーとか、まあ、ストリートもそうですし、うん、もうとにかくもう若い子中心に、うんうん、何がいいんだろう、まあ、科学体的にもあんまり、まあ、そうですね。あとはそのデザインが今までにない、うんうん、今までってどうしてもそのスポークの延長線上だったりだとか、ディッシュだったりディッシュの定番のデザインの延長線上っていう感じのホイールだったじゃないですか、うんうん、もう全く新しい感じなん で、もう特に本当に車をいじっていく層、うん、まあ、30代40代とか、うん、もっと若い方でも、はい、あのカバーなんかもすごい斬新ですもんね。そうです、はい、本当にいろいろあるんで、はい、で、まあ、ここからさらに、まあ、カスタムなんてできますんで、うん、まあ、お気軽にお問い合わせていただけるといいんじゃないかと、はい、あと今回車高、はい、めちゃめちゃ下がってます下がってますね、はい、これでもう一応聞いてる感じではこれ以上は残念ながら上がらないぐらいまでやってるって言ってましたね。これ以上はちょっと難しいですって言ってました。じゃあもうベースが結構低いんですね、はい、で今見たらカーベイのバージョン3、はい、伸び縮みで調整できる非常に高性能な足回りが入ってるということで、ちょっとこの辺はあのセッティング含め試乗して、はい、そうですね、はい、デビューしてみたいと思います、はい、であとは R なんで、まあ、専用のパーツがいろいろ付いてたりとかして、はい、そうですね、かっこいいっすよね。だから、うん、だからまあそのなんていうんですかね、その派手さはないですけど安定感はあるというか、まあ、こういう話も前のどっかのモデルでした気がしますけど、その代表だと思います。どっかで話したそのどっかっていうのは分かんないです。このいや、このデジャブかなどっかの動画でこれ話しました、はいはい、で本当にゴルフってワンから全体的なこのシルエットと、はい、ポルシェと同じぐらい変わらないじゃないですか。そうですね、はい、それってすごいですよね。すごいですね、はい、であとはまあ、全体的に黒青の、うん、はい、感じで全部まとめられてて、まあ、あとは後ろなんかも同じように19インチで、今回 R なんで4駆ってことで、はい、はい、でこれちょっと乗って、見たいと思いますけれども、はい、なんかハルデックスとかっていうスウェーデン の、 なんかその4駆を作ってる会社の第5世代かなんかの、はい、もうかなりこうなんていうんですか、もうの熟成した4駆システムらしいです、はい、どうしてもこうゴルフとかって FF のイメージですけど、うんうん、
やっぱりこう R は乗られたことありますか？あんまりイメージないですか？そんなに。じゃあちょっと今日新鮮な土の、ね、じっくり乗ってみたイメージはないです、はい、そうです。どっちかっていうとGTI とか、はいはいはい、は少しこう、あ、ちょっとこうちょっととんがってる感じの、そうですね、はい、は乗らせていただいたことあるんですけど、はい、4駆はちょっとあんまり。そうですか、ちょっと今日楽しみですね。ちょっと乗ってみたいと、はい、そしてあと後ろに行くと、はい、もう後ろも本当シンプルですよね、デザイン。そうですね、はい。で思うんですけど、ゴルフってなんかこう先代とか先々代になっても全然見劣りしなくないですか？うん、見劣りしないですね、はい。他のメーカーってやっぱりちょっとモデルチェンジして新しいのが出ると、はいはいはい、あ、前方かとかっていう感じしますけど、うんうん、もちろんそのゴルフも多少あるけど、このデザインに古さを感じないっていう。そうなんですよ。だ例えば今4とか5乗ってても、ね、あれ好きで乗ってるんかなっていう感じするし、うんうん、デザイン的にも完成されてません？うん、斬新じゃないからかな、悪く言っちゃうと。あ、確かに、うん、あんまりこう個性的なことをやりすぎてないというか、うん、車系定食ですね。え毎日食べられるやつ。毎日食べれる、ね、確かに、はい、だからデザインもなんかこうテールランプとかも、はい、もう本当に変わらない。急になんかこう縦になったりとか、はいはい、分かれたりとか丸くなったりするメーカーあるじゃないですか、はいはいはい、もう変わらないですよね。あ、そうですね。そういったところも一貫してる感じですかね。なんかゲレンデに通じるものがあるかもしれないですね。それこそなんか一番最初のワンツーとかからしたらこうトランク側にこう、はいはい、テールランプがこうめり込んでっていうのはあるかもしれないですけど、はいはい、なんか全体的なこの衣装というかバランスは変わらないなっていう。で、あとはまあウィングなんかもちょっとこんな感じになってて、あとはこの下ですよね、はい、4本出しの。そうですね。もうどっからどう見てもホットハッチっていうのが分かる、はい、こんなシルエットになってると。あとはまあちょっとあれですけど、はい、まあ、この年式ぐらいになるとバックカメラついてるついてない、標準かオプションかっていうところが分かれてる、ちょうど年式なんですね。あ、そうなんですか。はい、でオプションの時につけなかった人も結構いるんですか？いらっしゃいます、いらっしゃいます、はい、でバックカメラないんですかっていうところで、やっぱりその後からつけられます、一応ディーラーさんで。多分10万ぐらいかな。あ、そうなんですね、はい、で今回の車は、まあ、ついてます。ついてるんです。ついてます。だからそこポイント高いんですよ、はい、で純正の方がついてるんで、はい、ちゃんとここがパカッと入って出てくるて、はいはい、なるほど、それいいですね、うん、それはもうまあ、もう本当にこの年式限定にはなりますけど、この後はもう標準で付き始めるので大丈夫なんですけど、まあ、そこはちょっと、まあ、ポイントかなと思いますね、はい、じゃあ続いて、はい、トランクを見てみたいと思います、はい、果たしてちょっとゴルフ R でゴルフ笑っちゃいけないとこだよね、はい、今笑っちゃいけないとこだよね。おっさん、ダジャレになっちゃいますけど、おっさんになっちゃったね今ね、おっさんギャグになっちゃったね。入れていいですか、ね、ゴルフだけに、はい、お願いいたします。やっぱりちょっと厳しいですよね。厳しいんですよ、厳しいんですよ、なんで、はい、なんで基本的にこの64ですよね。はい、はい、なんかこっちから入れちゃって、まあ、頭から入れることは、ね、こっちから入れないと思いますけど、まあ、こんな感じで倒して使っていただくといいんじゃないですか、はい、本来はねこっちからこう入れますよね多分。あ、そうですね。ね、多分、はい、うちはまあゴルフやる人は少ないからあれかもしれないですけど、はい、こんな感じで、はい、まあ、2人ではまあ余裕で、そうですね、使える感じじゃないでしょうか。今どうなんでしょう、ゴルフって皆さん4人で行かれてるんですかね。どうなんですかね、うん、僕もちょっとゴルフ恥ずかしながらしないもので、うん、はいはい、ゴルフ事情がちょっと分からない。結構お客さんとかに聞くと、いや、あんまり4人じゃ行かないんだよねなんて。あ、そうなんですか、ね、うん、なるほど、方もいらっしゃいますけどね。もうちょっとどうなのか、まあ、一応ゴルフに限らず目安にしていただければ、うん、そうですね、ちょっとトランクのサイズ感が伝わればいいんじゃないでしょうか、はい、ちなみに今指してるクラブはドライバーですよね。ドライバーです、はい、だとこれが下側にも収納になってるんですかね。こんな感じ。あ、収納じゃないですね、スペアタイヤが。スペアタイヤですね。あ、スペアタイヤなんでしたっけ。スペアタイヤですね、セブン、はい、なるほど。こんな感じでテンパータイヤと車載工具が入ってると、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、でちょっと開けた直後で恐縮なんですけど、うんうん、ゴルフこの剛性感めっちゃ良くないですか。いいですね、うん、すごくいいですよね。そうです。だからまあ、いや、これ使えるか分かんないですけど、ポロとか全然違います。あ、なるほど。ポロからゴルフに変わるだけでも全然違うんですよ、作りが。じゃあもうサイズがちょっと違うとかじゃなくて、うん、もうやっぱり車格がそこで結構違うんですよ。全然違う、はい、なるほど。そして内装に関してはもう黒を基調としたインテリアで、うん、すごくなんかもう渋いし、うん、なんかもうニュートラルというか、そうです。だから万人受けする。そうなんですよ、万人。そうなんですね。で高級感もあるじゃないですか、はい、でいいですよね。で内装のこのパネル類なんかもピアノブラックになってたりとかして、そうですね、はい、
この R になるとだから GTI と R の違いがここでまたガッガッと変わりますよね。どうしてもあの GTI の独特なのモケットシートもいいですけど、ちょっとポップなやつですよね。そう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 、はい、ちょっと雰囲気が全然変わりますよね。でちょっとこのピアノブラックなんで、まあ、指紋だったり汚れだったりちょっと気になりますけれども、うん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 、もうその分高級感だったりとか、うん、統一感に関してはかなりいいんじゃないかなと。そうですね、はい、ちょっとドアから見ていきましょうか。ドアに関してはこの真ん中のとこだけ、まあ、レザーなんですかね、まあ、一応ステッチも入ってて、でここにアンビエント的なのも一応ブルーで入ってるんですね。あでしかもこのパネルよく見たらちょっとなんか模様になってるんですね、うん、カーボン風なというか。そうですね、なるほど。でもこの安定のスイッチ類ですよ。そうです、この手だとあんまベタベタ感ないですね。出てないですね。あ、この年式ぐらいだとプロテイン塗装のやつですね。そうそうそう、ちょっとしっとりした塗装の、はい、僕も撮影者でワーゲン乗らせていただいてますけど、うんうん、もうなんかこうスイッチとかももう一昔前のやつだとベトベトすごいですもんね。あベトベト感が、はい、じゃあ乗ってみたいと思います。意外や意外、なんかこういうとことかって改めて見るとスカフプレートとかないんです、ね、こっちの。ああそうですね、はい、はい、サイドシル側にちょうどこのイルミネーション付きの、はい、ここねやっぱちょっと傷が。そうですよね、どうしてもね。ちょっとここプロテクション貼りたいですね、はいはい、ただ今回の車はかなり本当に丁寧に使われてた車ってことで、うん、状態がよくここ引っ掛けて傷だらけになるじゃないですか。そうそう、ないんですよね。全然ないですね、はい、そして乗り込むと乗り込むとちょっとこの青が見えますね、うん、いろいろメーターだったりだとか、はい、こんな感じのメーターになっております。そしてあとステアリングが、これ僕があの撮影者で使わせていただいているティガンと世代が一緒です、はい、微妙にちょっとこの辺のデザインが違う、はい、ないかな、一緒かな、同じなんですかね、はい、でいいのはめっちゃ しっくりくるんですよ。そうです、ね、あのワーゲンのハンドルって分かります、ここがちょっととんがってるじゃないですか、はい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 、それがなんかこう握った時にすごくしっくりくるんですよ、うん、こんなステアリング。そしてパドルもついてて、メーターの、はい、表示の切り替えとあと ACC、うん、はい、もうそこら辺はもう逆に撮影者で使ってるから熟知してるんじゃないですか。もうめちゃめちゃ押しますよ、めっちゃ押します、はい、めっちゃ押すし、こことあとこの先っぽ、はいはい、めっちゃ押します、はいはい、ここで一発であのレーンキープとか切り替えられるんで、はい、高速はレーンキープにして一般道はレーンキープ外して。撮影者のメーターって液晶のメーターの液晶のやつです。あじゃああれですね、はい、新しいものですね。そうですね、でこんな感じのでメーターもこんな感じで白のグレーですかね、文字盤にブルーの針の、まあ、一応前期なんで液晶メーターではないと、はい、はい、そしてあとはこっち側、これディスカバープロでしたっけ、はい、ナビがこの辺ももう安定のって感じですよね、うん、それも同じですよね。でもね、僕のは次のやつなんで、あ、はいはい、違いはボタンがないやつです、はい、ないやつです、はい、ただもうこの辺もメディアに関しては、まあ、一通り AUX、Bluetooth、ラジオ、はい、テレビはついてないでしたっけ。ないです。ないですよね、はいはい、あとナビと出ないです。いいです、はいはい、飛ばしましょう。であとはエアコン関係、シートヒーターが標準ということで、はい、こんな感じでついております。あそこら辺はもうね説明いらずの。そうですね、もう説明はいらないんじゃないでしょうか。であと、はい、ここが小物入れになってて、はい、ここですね問題は。どこですか。ここです、このボタン位置なんでございますそこを触れますか、はい、触れます、これは触れときましょう、はいはい、でモード切り替え、はい、アイドリングストップオフ、はいはい、そしてこれトラコンのオフかな、はい、であと僕あの今日車下見するまで、はい、この2つが分からなかった写真見てて、はいはい、で調べても出てこないし、はいはい、これなんだと。こう秘密のボタンですね、はいはい、これ何かと思ったら、はい、なんとこうクイックホーンですね、はいはい、要はちょっと道譲ってもらった時とか、そうですね、はいはい、とかにワーゲンのホーンがなんか押しづらいっていうのがなんかね鉄板なんですか、言われてますよね、よく言われる話なんですか、はいはい、だからこっちにクイックホーンで、はい、普通そっち側でやってみてください、うん、まあ確かにこっち大きいし、うん、短く鳴らすってちょっと難しいですよね、うん、そうですね、硬いし、うん、ちょっとね、でそれが、うん、この空きのブランクのところを使ってホーンになってる、はいはい、でこれは分かりました、はいはい、これがもう一個の謎だったんですよ、はいはいはい、でこれマークからちょっとハザードかなと思ったら、はい、これ3回ハザードなんですね。3回ハザード、3級ハザード、3級ハザード、はい、サンクスの略ですから、はい、TKS
これはどうなんですか。いや そこえどうなんですかどうなんだよ、別にあって困るとこじゃないから、まあ確かに、はい、これ僕知らなかっただけで、結構アウディワーゲンで、そう割と鉄板のその僕たちがその突っ込む感じじゃないんですよ。逆に僕たちが突っ込まれるんです。界隈からしたら、お前ら知らないのかよ。そういう感じなんですよ、はい、そのぐらい割と鉄板な鉄板のやつなんですね、はい、確かに。でもちょっと使い慣れれば割といいかもしれない、うん、いや別にあのついつけたら使いたくなりません。まあ確かにここに手伸ばしてカチカチってやるより、はいはいはい、あと1回ハザードだとなんかちょっと丁寧さに欠ける印象ありません、はい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 、一瞬こうチカッとつく人いますけど、僕もやったりしますけど、でも今普通に考えて毎回通勤で車乗ってる時ってやりませんもん。やりますよ絶対やりますよね。今日も来る途中だって道譲ってもらったんで押しましょう。やりますよね。でも使うんですよ。確かに。いやもう3分前の僕たちに謝りましょう。そうですね、はい、すいませんでした。もうこんなありがたい機能もついてると、はい、そしてあとはパーキングの、はい、PDC のやつですかね、はいはい、とあとサイドだったりあとドリンクホルダーと、はい、これ栓抜きはないやつですね。栓抜きはその前方でしたっけ、はい、はい、こんな感じのドリンクホルダーとあとアームレスト、はい、こんな感じでございます。であとシートはあのすごくいいです。いいですか、はい、はい、サイドサポートもかなり立ってるんで、はい、ホールド性もかなりいいし、パワーシートではないですかね。はい、あパワーシートです。あじゃあ助手席はパワーシートではないです。はい、はい、シートは運転席だけパワーシート。助手席手動なんですね。手動です。なるほど、はい、運転席はフルパワーです。一応高さもそうですし、前後もリクライニングもあとランバーサポートかな、もう全部電動でございます。助手席はもう手動ですね。はい、で助手席に関してはもうさささっと手でやってくれと。そうですね、まああまり、はい、正直助手席そんなに動かすことってあんまりないですもんね。こんな感じで、はい、行きます。そしてあとペダル類に関してはあのすごくこう、うん、あのベタ褒めしかしてねえじゃねえかよって言われちゃうかもしれないですけど、うん、自然でいいんですよ、はい、そしてこのフットレストがまず大きい、はい、だからちょっとこう左足がこう、うん、なんですかちょっとこう邪魔にされちゃうことがない、はいはいはい、であともう一個僕ワーゲンで好きなのはここのアクセルの脇のこの段差、はい、これ足置いていいのかどうかわからないですけど、はいはいはい、ここってすごく良くないですか。わかります。 ACC とか使った時に、あはい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 、うん、いいですね。クルコン使った時の右足ってどうしようと思いません。ブレーキを構えておくのが正解なのか、はいはいはい、引っ込めておくのが正解なのか、その時にここにちょっと足置いていいのかどうか分からないですよ、うん、僕は撮影者結構ここ足置いちゃうんですけど、うんうん、ここに足が置けるってめっちゃいいんですよ、うん、分かります分かります。もうひたすら ACC で走ってくる感じ、はいはい、こんな感じの足元になっております。でマットもめっちゃ程度いいじゃないですかこれ。いいですね、はい、擦れた感じが全くございません。だとブローボックス開けるとディスク、はいはい、SD そして ETC がそんな感じになってると、はい、だと今回の車はレーダー探知機もA ピラーの根元にこんな感じでついております。で天井関係は全部この黒のファブリック、そしてバイザーはこのプラスチックのタイプですね、はい、であとはワーゲンといえばサングラスホルダー、はいはい、大きいんですよねそれ。みんなついてますよね、はい、こんな感じでついております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろの席いかがですか小島店長。いや大丈夫です。大丈夫です大丈夫です大丈夫です。それは大丈夫でしょう。大丈夫です、はい、サイズ感の割にはかなり広いと思います。でいいのがこの高さ首の、はい、ここがすごい日本人にフィットするんじゃないかなっていう。あ首がすごいいいですね。ヘッドレストでも結構ワーゲンって硬めじゃない。硬めですね、はい、ですよね、はい、で足のもう拳一つ、私身長170弱ですけど頭も全然あります。ちょっとここのカーブがありますけど全然気にならないですね。視界もバッチリですね。これ別に普通に長距離でも全然大丈夫です、うん、はい、で装備的にはドリンクホルダーとシガーソケットが後ろついてるんでしたっけ。いやないです、何もないです、まあ、何もないです、何もないです。エアコンの吹き出しだけ、エアコンの吹き出しだけです、はい、その後の感じですね、まあ、まあまあこのサイズ感だったら何も文句はないです。なるほど、うん、シートも柔らかいですね。座面と背中は割と柔らかい。柔らかいですね。腰はちょっとこう沈むような感じで、
じゃあ割と本当にいろんな用途で使っていただけるんじゃないかな、うん、なんでしょうね、良くも悪くも言葉が出ないです。言葉が出ない、はい、なんて言うんですか、いいんでその文句のない、はい、ないです。あなるほど、悪いところ今探してるんですけど別にそのないです。いやだからもう車のベンチマークなんですよ。そうです、ここは、はいはい、そういう感じです。某自動車評論家の巨匠がやっぱりベンチマークって言った車だけあるんですよ、はいはい、もう本当にだから教科書通りの、うん、でもやっぱりゴルフ R って値段が下がってないんですよ。一時期やっぱりそのグッと下がった時期あったんですけど全然今上がってて、もしかしたら、うん、やっぱ上がってますね。なるほど、うん、じゃあこう結構市場の評価というか評価は高いと思います、うん、そういう車なんですね、うん、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います。はい、行きましょう、はい、よろしくお願いします。やってまいりました直四の EA888、はい、これ基本的には S3 と同じって考えていいんですよね。 S3 アウディの、はい、はい、同じですね。ですよね、はい、仕組み的には、はい、基本的には S3 と同じパワーユニットなんですけど専用のピストン、タービン、インジェクションなんかその辺使って GTI プラス60馬力の280馬力出てるという、はい、そして 044.9 秒、はい、だからこの辺は四駆のトラクションの良さも活かして、まあ、スーパーな車ばっかりこう見てたりすると、うん、こう4秒台おーって感じですけどこのハッチバックで5秒切ってるってかなり速いです。そうなんですよ、だから、はい、麻痺してますよね。麻痺してますよね、うん、完全に麻痺してます、はい、最近特にえぐいのとか電気自動車とかも出てきたからなんか2秒台の争いとかこのハッチバックとしてはかなり優秀な数字なんでこの後ちょっと乗ってみたいと思う、はい、そして、あと組み合わせるデフが電子制御のデフロックついてたりとか、はい、アンダーステア制御する機構ついてたりとか XDS でしたっけ、はい、この辺なんかもちょっと、まあ、本領発揮するほどは、はい、乗れないとは思いますけど街乗りなんてちょっとこの辺も乗ってみたいと思います、はい、であとさっきちょっと話に出たハルデックスの、四駆のシステム、これが一応理論上だと100-0、0-100できるらしいですよ。それはどのタイミングでできるんですか。仕組み的にはそういうふうなできる仕組みになってるらしいです。仕組みになってて別に選べるってわけじゃないですね、うん、です、はいはい、ただゴルフ R の場合だと基本的に95対5から、うん、もしくは50対50まで、うん、はい、のうちで制御する感じ、状況に応じてやってくれるんですね、はい、だ基本的には FF 寄りの、うん、はい、まあ、状況に応じて四駆になるシステムっていう感じで考えていただいていいんじゃないでしょうか、うん、はい、こんな感じのエンジンで、もうこの辺も結構いじるパーツとかいろいろ出てるじゃないですか、うん、そうですね、はい、本当に自分好みのカスタマイズができる、まあ、このまま乗っていただいても、ね、もちろんいいですし、ここからプラスアルファにちょっと自分のカスタマイズできていただいてもいいと思いますね。でまた今回距離も薄いんで1万7000キロ、はいはい、十分楽しんでいただける車なんじゃないかなと思います、はい、続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。意外にレーダーに弱いツンチです、はい、レーダーとかついてる車に乗りますけど、うん、自分の車につけたことないですもん。あ、はい、そうね、安全運転なんで私もつけたことないです。車高がちょっと低い、はい、結構低いですね、はい、低さを感じます、はい、ゴルフ R 初体験。初体験です、はい、前のそのメカニックだった時も結構ミニからゴルフ乗り換えた方とかって結構いらっしゃって、うんうん、GTI ですか、 R は、 R もいらっしゃったかな、うん、何度か触らせていただく機会あったんですけど、はいはいはい、こうブーンって乗り出すのは初めてです、うん、結構低さ感じますね、うん、しかも結構音いいですね。音いいんですよ。正直に言っていいですか、はい、中でかけた時に、うん、マフラーの音にがっかりしちゃったんです。あ、そうなんだ、はい、なんかエンジンのこのメカの音より、うん、マフラーの音ちっちゃいじゃないですか、うんうん、特にかけた時、うんうんうん、
ちょっとがっかりしちゃいましたけど、今走り出したらすげえいい音しました、うん、来ますよね。で今回この車結構いじってるんですけど、マフラーのままなんですよね。マフラーのままですね。ちょっとこれモードもねあるんで、はい、レースレースで、はい、現にレースでいきますか。いやとりあえずノーマルかコンパートいきましょう。でも足回り変わってるからね、そんなに、ね、ね、あの多分ステアリングとエンジンとかってことですよね。この、はい、ECステアリング、エンジン、はい、この辺がセッティングで変わる。だから別にぶっちゃけ変わらないよね。まあ、ステアリングとか変わるからね、はい、まあ、あとエンジンが変わるのと、はい、変わるのと、はい、あとステアリングまでなんですね、可変なんですよね、はい、これ切れ角が変わるやつ、はい、あとは GTI、FF とどんだけ違うのかっていう4クル部分が、うん、なんか車重も100キロ以上重くなってるんですよね。そうですね。だから結構その好みで、まあ、好き嫌いはっきり分かれちゃう車かもしれないですね。あ、 GTI の人は GTI じゃなきゃ嫌だ、 R の人は R じゃなきゃ嫌だっていう方が多いかもしれないですね。でちょっとその乗る楽しさで言ったら、うん、FF かなって思っちゃいます僕も。あ、ちょっと癖強いじゃないですか、そうですね、FF の方が、うん、4駆だとやっぱりこう懐が深いというか受け止められちゃうんで、それがつまんなく感じるかもしれないなっていう、あとこの重さがどう出るのか、ちょっとこうどっしり感を良しとするのか、ちょっとやっぱり軽快な FF 軽い方がいいよってなるのか、どうなんでしょうね。でまあ比較的、まあ、まあ言えない、まあ、一般的な感じの感覚かもしれないですけど、うちに来てるお客様は R の方が好みなのかもしれない。あ、なるほど、気がしますね。あんまりこう、なんていうんですか、攻めた走りをする方ってこう、はい、そんなに多くないじゃないですか。はい、うんうん、はい、だ街乗りで言ったら絶対的にあるのかもしれないですね。うん、結構足硬いですね。硬いですね。はい、あのローダウンした車って感じです。はいはい、まあ、これは調整の範囲でどうにでもなるかなって。あとはもう全てがこうニュートラルというか、はい、癖がないんですよね。ハンドルもペダルもシートも。そしてシートめっちゃホールドがいいです、はい、特に背中のここが、はいはい、僕の脂肪をたるんだ脇腹を優しく支えてくれます。そんなたるんでんだ。たるんでますよ。脱いだらやばいタイプです僕。本当に、はい、だって一回あの車両製作シリーズで体重計乗るのがあったんですけど、うん、あのドン引きされましたもんコメントで。あ、そうなんだ。はい、ツッチーさん体重やばいっつってパーツの重さを測るのにパーツ持って体重計乗って、でパーツを下ろしてもう一回体重計乗ったんですけど、みんな引かれました。うん、マジかっつって。運動しない。運動、いや運動、そうですね、リングフィットアドベンチャーします。いやその発想がもうダメ。車のレビューに戻ります。はい、戻したね今ね。戻します。ちょっと待ってくださいこれ。少しこうプーっていけるんで、はい、カーブがねちょっと、わめっちゃいい音しますね。ノーモルでもね十分ですよね。そうですね、うん、280でしたっけ、うん、あ、わかりました、こういう感じですね、こういう感じですね、わかりました。っていうかでも、うん、これあれですか、 S3 と本当に一緒っすか。同じですよ。なんか S3 よりだいぶ乱暴な気するんですけど、うん、足回りとかもあるからですか。ああ、それありますね、うん、正直僕 S3 乗った時は、うんうん、もう何ですか、普通すぎて拍子抜けしちゃったんですよ。もう全然踏んでけるし危なさないし、うんうん、でいじった S3 セダン乗らせていただいた時は、うんうん、また感動したんですよね、うんうん、めっちゃ楽しいと思って。その感覚じゃないですか。これあれですかね、足回り変わってるからかな。音もなんかめっちゃいいですね。ただちょっとその操る楽しさで言ったらやっぱりこう安定してるのが、うん、僕は FF の方がもしかしたら楽しいかもしれない、うんうん、ただ内装が GTI だとちょっとポップになっちゃうんですよね、うん、ちょっとね。あと微妙なとこですけど、トランクのサイズもなんか4駆になる分、うん、R の方が狭いらしいですよね、うんうん、ちょっとだけ。やっぱりその、はい、1台これを家族で乗る、はい、使うっていうんだったらいいんじゃないですか。あ、確かに奥さんも安定感があって乗れるし。確かに。あれツッチ車買うシリーズじゃないんですよこれ。いやこれいいっすよね、うん、R 値段落ちないから。いやダメです、リセールの話はしちゃダメなんです。いやリセールもしちゃいけないけど一参考として。あ、まあまあそうですね、うん、リセールお化けって言われちゃうんで、うん、
か。いやでもこれってすごくいいっすよ。荷物も積めるし、積めるしね、オールマイティーに乗れるし、うん、ちゃんと走る楽しさあるし、うん、まあ、ちょっと足回りが今回ね、ちょっと固めなのは、まあ、一応ノーマルありますので。あ、あるんですか。あります。なるほど、はい、なのでまあ車高上がっちゃいますけど、ノーマルに戻すっていうのは。でもバージョン3すごくいい足なんで、はい、このまま少し上げて、もうちょっとこう街乗り寄りに足回りのセッティング少し柔らかくしてあげるだけでだいぶ違うと思うんですよね。そうですね。でも一応買い取りした時に上がりきらないのか。うん、上がりきらないって言われてますよ、ね。いやもうどこまで行っても安定。うん、じゃもう一周していいですか。いいですよ。久々じゃないですか。はい、ちょっとね、オリンピック関係で僕たちの試乗コースが、ね、はい、封鎖されてたんで、はい、封鎖されたんで、ちょっと久しぶりのアリーナ店試乗なんですけど、はい、なんかでもちょっと音違う気がするな。違う気しますよね。こんなにノーマルでいい音してるんですか。なんか4発っぽくない音するんですけど、うん、なんか V6 とか V8 みたいな、うん、V 型みたいな音する。もっと滝等の音しますね。ドロドロ言ってますよね。 R でも R の前期乗ったの正直僕も久々なので、はい、いやこれでもいいっすね。楽しくないですか。楽しいっす、うん、これが300万円台の前半ぐらいでいけるっていうのは。これ今いくら言ってるんですか。330万円。え、マジっすか。あれちょっと土の中で頭が今リアルに買おうかなと思いました。うん、だいぶいいっすよ。いいっすよね。だいぶいいっす。一時期、はい、やっぱりちょっと値段が上がる前は、はい、後期で350とか、後期というかデジタルメーターみたいな、はいはい、それぐらいになったんですけど、今はもう70万とかそんな上がっちゃってますからね。今もう世界的にその車が生産できなかったりとか、うん、半導体不足でありますからね。じゃあちょっとモード変えてみましょうか。はい、です。あれ今ノーマルだったんですか。ノーマルですよ。だいぶノーマルでちょっとレーシングな感じですでもやっぱ普通に乗る分には全然ですよね。今ちょっとね、はい、踏んでみたりしたからちょっとスポーツ感があった感じですけど。あ、もう全然アクセルの付きが良くなってます。ステアリングはどうだろう。少し重くなってるかな。いやもう全然アクセルの付きがいいですね。で今回のホイールもちょっと、はい、ロティなんですけど重めのホイールですからね。そうですね、キャストなんで、うんうん、いやこれだいぶレーシーっすね。だいぶレーシー、だいぶレーシーです。ちょっと大げさなぐらい、うん、そんな感じ。助手席乗ってるとそんなあんまり気はしないです。いやだいぶレーシーです。そうですか。え、いいな。助手席の乗り心地はまあ、はい、許せる範囲です。なるほど、はい、いいとは言わない。いい、まあ、僕はいいと思います。本当ですか。慣れちゃってますね。慣れちゃってるからですね、はい、やっぱちょっとさっき踏んだ時は硬いなって感じましたけど、でもいや今ここら辺走ってる感じ、今のスピード感覚ぐらいだったらもう全然普通です。よしよしです、ね、これもうちょっとスピード出せると高速だったっすね今日高速乗るって言ったじゃん乗るべきところは高速だったっすね。そうそう、いやこれはいいかもしれないです。やっぱりね、はい、いろいろスーパーカースペシャルカーありますけども、はい、300万円台でこの楽しみができる、あ、このコンパクトな車っていうのは、うん、すごく魅力的です。魅力的ですよね、はい、だから BM とか A の A クラスとベンツのさ、はい、AMG とかとも全然違うじゃないですか味付けとか。確かに、走り行きたいな。だからやっぱりなんていうのかな、なんて言ったらいいんですかね、このやっぱりゴルフすごいですよねって思いません。確かにその大きい車になってくると他のメーカーより劣ってる感がもしかしたらあるかもしれないですけど、そのこのコンパクトサイズのこのハッチバックってゴルフって本当最強だから、もうなんていうんですか、もう大衆車のベンチマークなんですよ、うん、やっぱり。そうっす、はい、某自動車評論家の巨匠が、はい、やっぱりここを目指してって言ってたのは、はいはい、あながち間違ってないんですよ。間違ってないですね。
だってこうなんか、でもこのパフォーマンスに大衆者って言っちゃいけなくないですか。いや、ベースがベースの話ですね、うん、ベースのところ変えてないじゃないですか。だからステアリングもそうだし、はいはいはい、なんかそのシルエットもそうだし、はい、だ使い勝手もめっちゃいいし、うん、だから多分なんていうのかな、例えばベンツとかで C クラス、はい、AMG になると、はい、最初のレンジが500万からで1000万ぐらいになるじゃないですか、はい、だからちょっと同じパーツ使ってても同じこういう質感でも、はい、ちょっと残念感がもしかしたら見れるかもしれないけど、はい、ゴルフってあるの200万からスタートで上に500万になるから、まあこの辺がこんなのでも、まあこんなのでもって言い方変だけど、まあ確かにそのすごく上質に作ってあるわけじゃないですからね、じゃないけど、はい、やっぱりそこじゃないじゃないっていうところがあるのかもしれないですよね。納得しかいっていうか、確かに1000万円とかいくとちょっとこのプラスチックのパーツとか、そうそうそう、ビニールのパーツとかちょっと気になっちゃいますけど、はいはい、言ってもゴルフとか、まあ、ミニもそうですけど、うん、いわゆるその超高級の方にお金かけた高額車両じゃないから、うん、別に全然このビニールでも、うん、はい、プラスチックのパーツでも、ただ楽しさはその分十分あるし、うん、はい、そういう選び方も一つですよね。確かに、またいじるパーツも出てますからね、うん、レスポンスいい、めっちゃいいっすよ、めっちゃいいし、めっちゃ速いっすよ。今どのくらいアクセル踏んでるか。いや、半分ぐらいです。あ、そうですか。これ前回は踏んだら多分やばいですよ。あ、でも、でも、うん、まあでも限界値は見えるね、見えるやつですね、うんうん、はい、危なくならない。そして、うんうん、FF アクセス展開するとまあまあいや、おーおーってこう、うん、トルクセアになりますけど、4駆だからそれない。いや、だからこれちょっとどこでも乗れるし、どこでも踏めるし、うん、はい、いい意味でその S3 と共通っていうところはちょっと分かりますね、うんうん、だからサイズ感的に例えばそのこれっていう車がなくおすすめなんですかって言ったら間違いなくおすすめしてもいい車ですよね。そうですね、例えばまあハッチバックでちょっと面白い車で家族は乗れて、ある程度そんなに金額も高くなく、まあ高くないっていうか、まあある程度見える金額でって形で何がおすすめですかって言ったら、ゴルフ R なんかいいじゃないですかっていうと、確かにゴルフ乗っておけば間違いないよって感じしますよね。そうそうそう、確かにいいと思いますね、はい、でもそれゴルフ R を目指している方には大変失礼かもしれないですけど、はい、それぐらいいいという意味で取ってもらえる、万人受けできるというか、はい、もう誰にお勧めしても問題ないだろうなっていう、はい、ちなみに買い取りの動画でのホイール問題っていうのもちょっとありますよね、はい、ホイール変えちゃったのはそっちの方がかっこよかったんじゃないかと、はいはい、一応外したホイールまだありますので。なるほど、で希望される方にはちょっとまあそうですね、はい、まあ、ただでというわけにはいかないんで、はい、ちょっとそこら辺は要相談、まあ、プラスアルファの料金で、はいはい、あれ結構買ったしますからね、あのホイール。そうですね、高級品なんですよ。そうですね、はい、でも一応ね、やっぱり規制とかそういうものもありますから。そうですね、そうですね、はい、まあ、要ご相談で、はいはい、ご理解いただける方には別料金でご用意も可能なんで、はい、ご相談いただけるといいんじゃないでしょうか、はい、もう早めに言っていただかないとね、ちょっとあれなので。あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。それじゃあ最後になりますけれども、今回ご紹介させていただいたのはちょっといじりものですけど、はい、一応ノーマルのタイヤホイールはあります。あるんですね、はいはい、なんでまあご希望であればお声掛けいただければ、ね、はい、はい、ご購入時に言っていただければ、はい、そこは、はい、ご用意できますのでお気軽にお問い合わせください。というわけで車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。